Twitter の方で結構話題になってるんですけど仕留めたヒグマと、まあ、ツーショットを撮るこのハンターが叩かれてますね不謹慎だとかヒグマだってねあの悪いことを知ってるわけではなくて生きていくために、まあ、人間の中で、まあ、害獣になってしまったってことでこれはないんじゃない命をね何だと思ってんだって声がねあの多発してるんですけど、まあ、そりゃそうだよね これさ、ハイチーズみたいな感じでさ、これ取るっておかしいよね。し、これ、どう考えてもこれ、ハンターってこのおっちゃんでしょおっちゃんがさ、これをやっちゃうってさ、だってこのおっちゃんがさ、あの、ハンターになって、まあ、現在に至るまでにさ、このヒューマニズムとかさ、この、ハンターとしての心へ、心構えとかさ、先輩とか、ね、師匠とかに、ね、教わってきたはずなのにね、忘れちゃったのかねイエーイ、ピースピースみたいなね、 なんでこれリアーアピールしてるんですかね。これはね、叩かれて当然だと思いますね。クマさんだってね、別にね、生きるために必死なわけですわ。まあ、人間もクマも。そん中でね、その、害虫育情にしてもさ、ま、あゴキブリとかは別かもしんないけど、こういうね、哺乳類とか動物ならね、最低限の敬意を持って、処分するべきかなって僕は思うんですけどね。 なんかおかしいよね。これ、承認欲求なんてね、このハンターのおっちゃんにね、持ってほしくないね。もっと職人気質であってほしいなと思いますね。まあ、以上です。どうもありがとうございました。